日はイベントにご参加いただきましてありがとうございます。皆様により貝印を知っていただきたいなと思い開催しました。貝印との一番初めての出会いは物心ついた時ピンクの絵の顔撮り、それが一番初めの出会いだと思います。つい半年ぐらい前に、セレクト100のピーラーをそれを使った時に何これ全然使い心地が違ってて感動して、今からですね貝印のグッズを使った料理教室というのをやりたいと思います。今日やるのはですねメキシカンをやろうと、タコスパーティーにしましょうと。低温調理器ですね、真空バッグの機械がついてる。であとはチャプーンとつけて時間を計っていくと、ね、押し締めます。でこれでみじん切りできますよ。煮込み時間はねお好みです、第1問です。貝印の現在のロゴマークは通称〇〇と社員の間で呼ばれている。エッジマークです。1位が2名今年で110周年を貝印は迎えまして、これから次の100年に向けて貝印ずっとお客様のためにいい商品を作っていきたいなというふうに思っております。本日は、ありがとうございました。